皆さんこんにちは。はい、それではちょっと今回はね、隠しミッションを攻略していきたいと思います。ノームのために隠しチャレンジっていうものが追加されております。こちらの方をノームを5匹見つければいいみたいなんですよね。はい、なのでそれでは行くぞそうっすね、とりあえずここから攻めていきますか。はい、この辺にね、こう1、2、3、4、5みたいな感じであるみたいです。なんでまずはこの辺に行ってきます。まあ多分降りればすぐゲットはできると思うんですよ。まあ比較的ね、集中して、まあただ同じミッションをやってる人がたまたまいれば激戦必至なので、まあいきなりは敵に出会いたくないですよね。ああ、もう、もしかして、同じミッションをやってる人たちが大量に現れましたな。お、望遠鏡？ああ、やばい！やってしまった！今1個見つけましたよね。敵もいるんでね。さあ、いた！この辺いた。これを傾ける。かわいいね。おほほー、2匹目。さあね、こんな感じね、マップで言うと。あ、多分この周辺うろちょろしてれば見つかると思うんすよ。この辺なんですけど。ん？ちゃう？あった！これだ！オッケー！望遠鏡を向ける。おい。オッケー！これで3つ目っすね。この辺なんすよ。いたー！いたー！おい、ここ。この辺。おい、あと1体。おほほほ、おほほほほ、モグロ福蔵みたいなおわ笑いをいただきました。さあ、あと、この辺にいるんだけどな。この辺かな。おっと、あ、これだ。おー、見つけた。ラストか。やったー、ノームのためにクリア。レベルも上がった。112ゲットしました。ありがとうございます。おい、でっかくなっちゃった。はい、ということで、はい、今回やってきました。ウェービングウッズですね。ウェービングウッズに集中してあるノーム付きの望遠鏡の向きを変えて、はい、ノームのためにという隠しチャレンジをクリアすると、なんと経験値4万がゲットできます。だからもう今はね、デイリーぐらいしかミッション残ってないっていう方は重宝すると思います。なので俺もね、今回2つの隠しミッションもクリアして、そうですね、レベルが2上がったので、なかなか、はい、やった方がお得だと思います。でね、そうなんですよね、あとこの今使ってるスキンをね、早く金ピカにしたいので、
頑張っていこうと思います。でまあね、このミッションをやりながらついでに、はい、パンチメダルとかも終わらせていけたっていうところはなかなか楽しかったかなと。よし、それでは皆さんもぜひこの動画を見て探しに行ってみてください。それではまたねー、バイバーイ。